はい、今回はね、えー、ちょっとシャオミーのね、端末のちょっと残念なね、えー、お知らせをしたいと思います。えー、私はね、シャオミーの端末がすごい好きでね、えー、最近よく購入しています。えー、これもね、シャオミーの端末で、r レッドミ g o っていうね、Go、えー、エディションを積んだ、まあ、非常にロースペックな、レッドミーシリーズの中でも本当に一番ロースペックなね、端末になると思うんですけれども、はい、えー、これですね、これはなんかクリア。 クリーナーだったかなえー、あの、ちょっとね、余分なファイルを削除したりするアプリがね、最初から入ってるんですけども、このね、広告がね、こう表示されちゃうんですよね。で、まあこれはあの、クリアっていうね、このクリーナーっていうアプリをね、えー、立ち上げ、まあ今もゴミをね、クリアしたんですけども、まあ今表示されないんですけど、たまにやっぱり先ほどみたいにね、こう表示されることがあります。 まあ、あとですね、えぇ、ー、シャオミでね、こう,う独自のアプリが多少入っているんですけども、この Android を Go にしてもですね、独自のアプリ入ってるんですが、例えばこのファイルマネージャー。はい。Facebook の広告がね、まあ、出てしまうということで、えぇ、ー、まあ、正直ね、シャオミ i ともあろう大手企業がですね、んちょっとこれどうかなっていうようなね、えー、気がします。まあ、この広告でどんだけ収益あるのかわかんないですけど、 うん、まあこれはちょっとね、まあ本当にね、小さい、あの、スマートフォンのメーカーだったら、まあわからないでもないですけど、まぁ、シャオミクラスの、えー、スマートフォンメーカーでね、えー、これがあるっていうのは、ちょっと残念かな、というふうにね、思います。で、まあここのね、バッテンから、まあ やればね、こう消えるんですけれども、ま、あまた出てくるわけですよね。ま、あしばらくあの消えてますけど、ま、あどういうタイミングで出てくるかは、ちょっとね、あのー、わからないですけれども、まあ、なんかやはりね、こう、立ち上げた時にたまにこう出てきちゃうんですよね。で、はい。で、どうも、このファイルマネージャーの場合は、ここのね、バージョン情報の中に、おすすめっていうのがあって、まあ、これをオフにしておけばどうも出ない、 ようですね。一応、だから設定では、あのー、まあ、止められるんじゃないかなと思うんですけども、だたださっきのこちらのクリーナーの方はちょっとそういう設定がないので、まあ、設定がないというか、まあ、ちょっと私がちょっと見た感じではちょっとわからなかったので、えー、ね、もしかしたらま、止める方法あるのかもしれませんけど、まあ、でもいずれにしてもですね、そもそも、おぉ、ま、シャオミがですね、えー プレインストールしてるアプリの中で広告を出すっていうのはちょっとまあどうかなっていうふうにね感じますし、えー、まあちょっとぜひやめてもらいたいなというようなね、えー、ところですはい今回はね、えー、大変ねとても気に入っているシャオミンね端末、まあ、非常にもうあの性能もいいし安いし、えー、本当にお勧めできるメーカーなんですけれどもちょっとね、えー、逆にそれだけあのしっかりしたメーカーなのに広告表示するのか っていうのがね、ちょっとね広告表示するアプリが入っているのかっていうのがちょっとね残念なポイントかなというふうに思いますはい今回はねシャオミ i の端末でまあちょっとだけですけどねまあ残念なポイントがあったので紹介をねさせていただきました